こんにちは、カルミラです。週刊ヨールゼアニュースの時間がやってきました。皆さん、今ツイッターで非常に注目を集めているエオスタグラムをご存知ですか？誰でもお手軽にインスタグラム風の加工スクリーンショットが楽しめるテンプレートです。私もツイッターでお世話になっているねねこさんが作成し、配布されています。このテンプレートは PNG ファイルにあらかじめ透過処理が施してあるため、テンプレートの下にスクリーンショットを差し込むだけでエオスタグラムが完成します。画像表示部分にはあらかじめ FF14 の著作表記が挿入されているので、元の画像の著作表記が見えなくなっても安心して使用できるのが嬉しいですね。この著作表記も白黒2種類のバージョンが用意されているので、自分のスクリーンショットに合ったテンプレートを利用できるのも強みでしょう。また、プロフィールアイコンや投稿者名、そしてロケーションにコメントやタグなど、カスタマイズできる要素も多数用意されており、オリジナルのテキストやタグを書き込むことで、平凡なスクリーンショットが非常に味わい深いものに変化することは間違いありません。また、さらに細かい加工を行いたいという方向けに、Photoshop 用のファイルも配布されています。こちらも、ねねこさんがあらかじめ用意されたフィルターを適用することで、お手軽にポラロイド風の雰囲気を醸し出すことが可能です。これらのテンプレートは、ねねこさんのツイートからたどるダウンロードリンクで入手可能です。Twitter 上では、すでに、ハッシュタグ、エオスタグラムによって、多数のスクリーンショットが投稿され始めており、非常に注目を集めています。高度な加工を施さなくても、何気なく撮影した一枚が素敵な思い出の一枚へと変化するエオスタグラム、皆さんもぜひ始めてみませんか？それでは皆さん、ご視聴お疲れ様。